今虹色チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。バイオリンの日比有沙です。同じくバイオリンの谷口沙和です。ビオラの小山ひなみです。チェロの坂田明子です。終わりましたね、うん、今演奏が終わったところです。はい、どうだったかお客さんが優しかった。そう、お客さんがすごい温かく、ね、私たちが喋ってる時も演奏してる時もうんうんってうなずいてくださって、すごく優しい気持ちになりました。最後ブラボーのブラカード、そうだ、ブラボーのブラカードで、笑っちゃった。そう、そう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 、ブラボーのこと、ね、すごい嬉しかった。私たちが優しさをもらいました、うん、それじゃあ、うん、いきますか、ね、それではどうぞ。皆様こんばんは。本日は音楽プラザサロンコンサートにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私、名古屋市音楽プラザのオケリと申します。よろしくお願いいたします。今年度のサロンコンサートは、親切や思いやりという意味を表すカインドネスをテーマに、音楽の力で日々の疲れやストレスを癒し、穏やかな気持ちになれるような優しい音楽を一年通してお届けいたします。第1回目は、弦楽四重奏による愛にあふれる音楽です。弦楽器の優しい音色に包まれながらお楽しみいただければと思います。演奏はバイオリン、日比有沙さん、谷口沙和さん、ビオラ、小山ひなみさん、チェロ、坂田明子さんです。それではどうぞ。
ね、会員のですね、優しい音に包まれてにお越しくださいます。で、ありがとうございます。皆様と同じ時間を共有できることをとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。スポンサーの名にもありますように、会員のですというのはですね、優しさとか、さっきおっしゃられたんですけど、親切という意味なんですけれども、今回はこの言葉をテーマに、優しさあふれる心がほっとするような曲を集めました。またですね、カインドにはもう一つ種類という意味があります。王道のクラシックからですね、ディズニーメドレーやジブリメドレーなど様々な種類の音楽も集まったプログラムとなっております。私たちの音楽で少しでも心の癒しになればなと願っております。どうぞごゆっくりお楽しみください。先ほど今演奏した曲はエルガー作曲愛の挨拶でした。皆様への挨拶という意味を込めてこの曲を選びました。次に演奏いたしますのは魔女の宅急便より優しさに包まれたならと風の丘です。2曲続けてお聴きください。
私も実は以前大学で科学を学んでいたこともあり、そんなこともあってとても私的に親近感もあってとても好きな作曲家です。このゴルギンという方はとても奥さんのことを大事にしていた人で、この今から演奏します曲は結婚20周年のために奥さんのために書いたという、とてもゴルギンの愛があふれる作品となっております。ゴルギンの愛情や優しさというものを想像しながらお聴きください。Thank you.
とうございました。続いては花にをテーマにした2つの曲をお送りします。1曲目は人と陽さんの花水木、2曲目は2010年に NHK の連続テレビ小説鉄板のテーマ曲となりました高瀬太郎さんのひまわりです。花水木は少し時期が異なってしまうんですが、ひまわりはちょうど7月下旬から8月頃が見頃ということで、夏らしい日が戻ってきた頃に満開の花がたくさん見られるんじゃないかと楽しみにしております。私今日は少し晴れ間が見えたんですが、近頃は、曇天だったりとか雨模様だったりとかっていう雨の日が続いておりますが、また綺麗な青空がいっぱい見れる日が来たらいいなということを願って演奏したいと思います。Thank you.
は、ヨクヨク作曲の愛ねくらいね、ラハプのジーク、より第一楽章でございます。愛ねくらいね、ラハプのジークという、言葉には、小さな夜の曲という意味がございます。まさに今日のこの天気にぴったりなことだと思います。きっと皆さんも一度はお聞きになられたことがある曲だと思います。小さな素敵な夜になるように、そして優しい音に包まれますように愛を込めて演奏いたします。この後も引き続きお楽しみくださいませ。
場と操るア・ホリニューワールドです。2つの曲に共通することは、物語の中で主人公の心が通じ合い、真実の愛を歌っている点です。2人の愛には優しさや誠実さが溢れています。そしてこの2曲ですね、完全なメドレーとなっております。どこで曲が移り変わったか、そんなところにもぜひ注目して聴いてみてください。それでは愛のディズニーメドレー聴きください。
ジブリパークの会員がとても楽しみです。さて、プログラムも残り2曲となりました。先ほど演奏したモーツァルトと同じ時代に活躍し、そしてモーツァルトやベートーベンにもとかたくさんの作曲家に影響を与えた、ハイドン先生の弦楽四重奏の77の皇帝の2楽章を演奏いたします。この2楽章の主題となる旋律は、今のドイツの国歌となっているそうです。この当時ハイドンはナポレオン結婚式でフランス軍からのオーストリアの侵入を侵入しなくても人々が落ち込んでいる時にハイドン自身もそして皆さんもいろんな人を勇気づけたり、癒しとなるような音楽を作ろうということで、この曲をしたそうです。今まだ混沌としていて大変な状況がたくさん続いている世の中だと思うので、皆さんが少しでも優しい気持ちになれるように、穏やかな気持ちになれますように、演奏したいと思います。
ございました、時は経つのは早いもので、次で最後の曲となりました。最後の曲は久石譲さん作曲のサマーです。この曲は1999年に公開された映画菊次郎の夏のメインテーマです。他にもですね、2002年では、トヨタのカローラの CM で起用されていたり、題名が夏サマーということで、テレビ番組の BGM とかでもよく使用されていたりして、皆様にも馴染み深い曲なんじゃないかなと思います。私もテレビとかで心温まるホームドラマみたいな時の BGM とかでよくかかっていて、心温まると言いますか、優しい気持ちになれると言いますか、もうそんな素敵な曲ですので、もう最後の皆さんと最後の時間にそんな素敵な曲を聴けたらなと思い選曲いたしました。最後になりますが、本日は、カインドネス優しい音に包まれてにお越しくださりありがとうございました。最後の曲は博士太郎の情熱大陸で締めくくりたいと思います。